こんにちは、レトスの小野です。今回なんですけど、勉強時間の作り方について具体的にですね、お伝えしたいと思います。前回、前々回では計画の重要性をお伝えして、その後計画の立て方、作り方、これをお伝えしました。もしこれ見てなかったら、こちら先にご覧ください。で、計画は立てたけれども、実際のところ忙しくて勉強できないんですよっていう方意外と多いんですよね。どうですか、あなたもそうじゃないですかね。仕事が忙しい、育児家事が忙しい、人によって違うと思うんですけども、だいたい勉強時間作れないっていう悩みって非常に多いんですよね。で、今回ちょっとまず2つ頭に入れていただきたいことがあります。これね、もう分かってるとは思うんですけども、誰でも1日24時間で同じなんですよね。その24時間の使い方が違うことによって結果に違いが出てくるんですね。これはもう大丈夫ですね。それはもう重々お察し承知だと思います。で、人っていうのは習慣で動く、習慣で生きる動物なんですね。なんで意外と毎日やってることってそんなに意識してやってないと思うんですよ。例えば朝何時に起きる、目覚ましをかけて何時に起きる、で起きたら、大体この時間に行くんだな、もうなんかこれルーティーンになってるわけですよ。習慣化してるわけですよね。何時に起きて、何時からご飯食べて、女性の方なら化粧をして、身だしなみ整えて、で仕事に出ると。で、何時になったら会社に着く、そこから仕事を始める、何時になったら昼食取るって、もう大体決まってると思うんですね。で、この時間になったら、家に帰ってくる、家に帰ってきたらまずテレビをつけるとか、服を着替えるとか、もうその人の習慣っていうのがあるんです。で、この習慣を変えるのって人ってすごく苦労するんですね。難しいんですよ。一日の流れっていうのがもう身についちゃってるんで。で、この一日の流れの中に勉強時間っていうものがないのであれば、忙しいとか忙しくないとかあんま関係なくして忙しく感じちゃうんですね。時間がないって思い込んじゃうわけですよ。これまでずっと使ってるんで。だからスマホの時間とかね、意外と計算をしてみると、スマホに使っている時間、例えば LINE をしている時間、ネットで何かを調べている時間、 Amazon で、なんか商品とかね見ている時間とか、そういった時間こう足すと意外と1時間とかあると思うんですよ。それは起きてから寝るまでの間ですよ。全部計算して全部足した合計で考えると1時間とかやってると思います。あ、テレビを見ている時間、これも意外と1時間以上見てる方多いんじゃないですかね。これも無意識でやってるんですよね。無意識でこうテレビを見ている。で、そんなに自分が時間を使っているとはあまり思ってないんですよね。で、この無意識のうちにこうやってるっていうのがすごく怖いところなんですよ。時間って巻き戻せないじゃないですか。ああ、無駄遣いしたなって分かったとしても巻き戻しできないし、もう一回リセットボタンとかで押せないんですよね。もう過ぎたら過ぎたら終わりなんですよ。で、それに気づかずずっと行っちゃうと、いつまで経っても勉強時間作れないんですね。で、どれだけ、もう私はもういつも言ってるんですけど、どれだけ忙しい方でも1時間は絶対作れます。睡眠時間を削らず、1時間で大体作れます。それは仕事の時間の、仕事中の合間とか、もう仕事が本当に朝9時から夜の11時とか、ね、もちろん労働基準法には違反してますけれども、そういった方もやっぱいらっしゃるんですよ、中には。でもそういった方でも、その中でずっとね、ずっと仕事をしてるかっていうと、意外と仕事してない方っているんですよね。で、そういった時間っていうものをちょこちょこ作っていく。私も実際、サラリーマンだった時って、ふと思ったんですね。拘束時間意外と長かったんですよ。長かったけれども、結局じゃあ、振り返ってみて、その時間にやったことって何なんだろうって、ちょっと一回書き出したんですね。そしたら、そんなにやってないんですよね。例えばもう会社にいるとやっぱり周りの人がこう話しかけたり来たりするんで、そっちと話したりとか世間話をしたりとか、そっちの時間で時間を費やしてるってことに気づいたりとか、あと意外と営業で出かけたりとか、私は営業はやってないんですけども、お客さんと会うために外出かけたりとか、サラリーマンとかしてたんですね。で、その時はその時間っていうものも何もせずに普通に電車乗ってたりとか、それでネットしたりとかね、ネットでなんか調べ物したりとか、あまり有効に使っていなかったなってことは後で気づくんですよね。そういったものも全部ブーって凝縮さすと意外と1時間ってやっぱあると思います。家帰ってきてテレビ見る時間、先ほど言いましたよね。あとシャワー、そうですね。家事とかも私自炊してたんで、自分で作るにしても手間をかけたら1時間とかやっぱかかっちゃうけども、ささっとやっちゃったら30分とかできるわけですよ。そうすると30分浮くわけじゃないですか。そういった時間も使えるわけですよね。で、こういったちっちゃな時間、10分とか5分、
例えば駅のホームで電車を待ってる5分とかでも問題1問できたりとかしますよね。そういったその5分とか10分とか、30分とかそういった時間をバッて集めたら1時間って誰でも作れると思うんですね。で、ここでなんですけども、実践するためにやっていただきたいことっていうのは、いきなりあれもこれも全部習慣を変えるっていうのは難しいんですね。24時間の中でこれから勉強時間を入れていかないといけないわけですよね。じゃあどこで勉強するかっていうところなんですけども、あ、ここも勉強できる、ここも勉強できる、ここも勉強できるって言って、全部勉強時間に変えるって始めしようと思うかもしれないんですけども、あまりね、それおすすめしないです。できるのであればいいですけども、結局はそれを習慣化しなきゃいけないんで、まずとりあえずここの例えば10分だけでも変えていこうっていうふうに一部だけ変えるようにしていってほしいんですね。で、それを1週間、2週間とか繰り返して、あ、習慣ができたなっていうのであれば、じゃあもう一つ別のところを勉強時間に変えていこうっていうふうに変えていく。で、それを徐々にまた習慣化したら、今2つ習慣できましたよね。また違うところで時間空けばそこを習慣にする、一部ずつ変えていくってところがミソなんですね。ここがすごく重要です。一気に変えようと思ったら変えれないんで、ちょこっとだけ変えていく、それを習慣化したらまたちょこっと変えていくっていうことですね。あともう一つ、意識して先にやるってことが重要なんですよ。多くの方が家帰ってきました、ご飯食べます、お風呂入ります、家事します、時間があったら勉強しようなんですよ。これ時間ないんですよ。でなぜかって言ったら、先ほども言ったように、もう習慣で動くんで、これまでの流れでやってったら、それ時間なんか余るわけないんですよね。だから先にもう勉強時間を入れ込むっていうのが重要なんです。だから私がやってたのは、まあもちろん初めはね、私もこれ気づかなかったんで、まあ何か家帰ってきてからご飯食べてから勉強しようと思うんですけども、まあご飯食べてお風呂入って、洗い物して、さあやろうかと思ってもなんか疲れたな、ちょっとテレビ見よう、あ、眠たくなったら寝よう、で一日終了、結局勉強できなかった、これがねやっぱ続きました。でも、あ、このままじゃダメだなって思って、私がやったのが、まず一番最初にやったのが、家帰ってきました、服を着替えます、で勉強しようと思ったんですね。で勉強しました。そうすると勉強時間をまず最初に確保できるわけですよ。例えば30分やりました、そしたらこれまでやってきたことを、例えば2時間半とか、これまで寝るまでに、寝るまでの間、家帰ってきてから、寝るまでの間に3時間やってたことが、勉強時間で30分ですから2時間半しかないわけですよね。でもこの2時間半で なんとかやろうと思うんですよ。そしたら家事をちょっと早く、パパパパって手際よくやったりとか、テレビの時間を減らしたりとか、できるわけなんですね。先に勉強時間を入れるっていうことが重要です。多くの方が、何かこれをやった後にやろうなんですよ。あとはやらないんで、先にやる。例えばもう家帰ってきたら勉強できないのであれば、家帰らずに先に仕事が終わったら、そのまま、例えば喫茶店とか行って勉強してから帰る。別に喫茶店じゃなくてもいいです。駅のホームでもいいです。私も駅のホームでやってました。椅子ってたまにあるじゃないですか。ない駅もあるんですけども、椅子がある駅なのであれば、ね、椅子で勉強する。まあ今はね、まあ冬だと寒いんで、夏とか暑いわけなんで、たまにこうボックスの部屋ってあるじゃないですか、待合室みたいな。まあそういったところでやるっていうのも全然いいです。どこでも勉強でできるんですよね、教材持ってたら。なんでそこで先にやってから家に帰るっていうふうにするわけなんですね。で、そうしたら勉強時間作れるわけですよ。多くの方が何かやってから勉強しようって、いや、そのように考えるから勉強時間を作れないんですよ。それは人は習慣で生きる動物なんで、後でって言ったらもう後は時間ないんですよね。だから先にやっちゃってください。そしたら後の時間っていうのはもう必然と効率的になるんですよ。だから先にやるっていうことですね。で、今回お伝えした重要な点っていうのはここなんですね。一部だけ変えましょうと、習慣を。で、じゃあ一部だけ変えるっていうのは何を変えるかっていうと、これまで何かやってきた、その前に何か、勉強をしましょうっていうことですね。シャワー浴びる前でもいいです。ご飯食べる前でもいいです。何かする前に、意識的にね、自分で意識して、あ、この前にやろうって決めてアラームとか設定する。私とかってアラーム設定とか初めしてましたね。習慣付けができる前とかアラーム設定して、家帰るのが大体例えば、11時だってなったら、11時過ぎぐらいにアラーム設定しといて、で勉強時間ですみたいな、こうアラームが鳴るんですね。ああ、勉強しなきゃ、じゃあ今からもすぐやろうかっていう風にしてすぐやる。それやっとかないと、アラームとかね、鳴らしとかないと、結局なんかズル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 過ぎていっちゃって、結局やんないんで、アラームはすごくね、有効に使えると思います。
ぜひ勉強時間作ってみてください。一つだけ、10分とか5分でもいいです。習慣づけをするための第一歩としてやってみてください。で、まあこれができましたよ、習慣がついて、まあ、勉強時間も作れましたとなったら、じゃあその勉強時間の中でどうやって効率的に勉強をしていくのかっていうところが次重要な話ですよね。で、これが私がよく言っているちゃんと理解学習をしていきましょうよ。単に丸暗記をする学習だったら方試験では対応できませんよって、もうずっとですね、もう3年か4年ぐらい前から言ってるんですけども、その内容に、時間とか入っていきます。理解学習って具体的にどんなものなのかっていうところですね、お伝えできればと思っております。次の試験、合格できるように頑張っていきましょう。失礼いたします。